母の日のプレゼントや花束なんかに添えられる小さなメッセージカードの作り方です。まず画用紙をカットします。今回は10センチと8センチの長方形にカットしました。まず一番上にハッピーマザーズデーと書きたいと思います。この下にラインを入れたいんですけれども、ちょっと手書き感のあるメッセージカードにしたいので、定規などは使わずに手書きでさっとラインを書きたいと思います。母の日の花のカーネーションを右下につけたいと思います。ここも手書きでラフな感じで2個一輪挿しを並べて、そこに1つずつカーネーションを描き入れます。一番下はハートとラインを書いておきます。ここは真ん中の部分にお母さんいつもありがとうというメッセージを添えて、誰々よりというところを書く場所になります。少しカラーをつけたいと思います。